こんにちは、A スタイルです。私は今タイのバンコクにいます。昨日の深夜にバンコクに到着して、バンコク市内にあるシャングリラホテルに泊まりました。シャングリラホテルの部屋や朝食、施設については以前の動画でご紹介しているので、そちらの動画も見ていただけたらと思います。今日はこれからバンコク旅行2日目に泊まるホテル、ザ・ペニンシュラバンコクへ移動します。この動画ではペニンシュラの部屋や朝食、施設をご紹介します。バンコク旅行のホテル選びの際、参考にしていただけると嬉しいです。私たちはシャングリラホテルの桟橋からペニンシュラの専用シャトルボートでペニンシュラホテルに向かいます。ペニンシュラはチャオプラヤ川沿いにある5つ星のホテルです。同じくチャオプラヤ川沿いにあるマンダリンオリエンタルやシャングリラホテルのちょうど対岸に位置しています。タイの鉄道 BTS のサパーンタクシン駅近くにあるサトーンピアからホテルのシャトルボートで行くことができます。私はペニンシュラホテルを選ぶ際、電車やボートに乗るのに川を渡るのは面倒かもしれないと思いましたが、桟橋はホテルのすぐ脇にあり、サトーンピアまでボートで数分。私たちの行きたい場所を伝えると、乗り換えやチケット売り場なども案内してくれたので、スムーズにホテルから出かけることができました。またシャングリラホテルの近くにはペニンシュラピアがあり、ペニンシュラホテルから対岸に簡単に渡ることができます。さらにマンダリンオリエンタルやシャングリラホテル、ペニンシュラの近くにある大型ショッピングセンター、アイコンサイアムへも直接ボートで行くことができます。シャトルボートの利用は無料。ホテル間の移動や観光、ショッピングにとても便利でした。今回私はペニンシュラをクレジットカード会社のプラチナデスクを通して予約しました。理由は特典にチェックインとチェックアウト時間のフレキシブルな対応があったからです。ペニンシュラホテルは直接予約か推奨旅行アドバイザーを通じた予約の場合、到着日の6時から出発日の22時まで追加料金不要で部屋を利用することができます。この特典で私たちはチェックイン枠時、チェックアウトは22時にすることができ、ホテルを移動してもすぐにチェックインできたり、帰国便が深夜でもレイトチェックアウトや延泊を利用せずに済みました。海外旅行者にとってこのサービスはとても良いと思うので、推奨旅行アドバイザーを見つけられない場合は直接予約がおすすめです。ザ・ペニンシュラは香港に本社がある香港&上海ホテルズが運営するホテルです。香港をはじめニューヨークや東京、パリなど世界10都市に展開。2019年、20年のフォーブストラベルガイドで10件すべてが最高評価の5つ星を獲得しています。ホテルは39階建て、全370室の高層ホテルで、各階2室のスイートルームを含めた全12室のゆったりとした作りです。ホテルはダブル字型にデザインされていて、すべての部屋からチャオプラヤ川を眺めることができます。今回私たちが泊まった部屋はデラックスルーム。ペニンシュラの4階から25階にあるバルコニーのない標準的な部屋です。私たちの部屋は502。早速部屋の中をご紹介します。デラックスルームの広さは約46平方メートル。最大3名まで泊まることができるクラシックで落ち着いた雰囲気の部屋です。低層階なので景色はそれほど期待していませんでしたが、
悠々と流れるチャオプラヤ川やバンコクの街並みを近くに見ることができて意外と悪くありませんでした。正面にはマンダリンオリエンタル、右方向にはシャングリラホテルも見えます。部屋の設備をご紹介します。まず窓際にあるデスク、デスクの上にはコンセントの差し込み口があります。ローカル電源は 220V ですが、すべての客室で 220V と 110V の電子機器が使えるようになっているので変電圧器はいりません。 USB ポート、LANケーブルの差し込み口もあります。ホテルのインフォメーションやインルームダイニング、スパのメニューなどは QR コードで見ることができました。下の引き出しにはファックスやスキャン、印刷ができる複合機があります。デスクの横にはソファーやテーブルがあり、テーブルの上にはリンゴがありました。フルーツは毎日提供してくれるそうです。ベッドはシングルベッドが2台並んだハリウッドツインで、両脇にはサイドテーブルがあります。ベッド周りにコンセントはありませんが、片側のサイドテーブルの引き出しに充電用のケーブルがありました。充電の速度はとても遅いのですが、 USB のタイプ A とタイプ C、 マイクロ USB、 iPhone や iPad 用のライトニングケーブルもあるので、さまざまな電子機器に対応できると思います。ベッド脇には窓があり、ベッドに横になりながらも景色を眺めることができます。テレビはサムスン。ホームページによると、スマートフォンやタブレットでコンテンツをテレビに配信することができるようです。 CD、DVD プレイヤーもありました。部屋の横にはミニバーがあります。上の棚にはアルコールやスナック、コップやコーヒーシュガー、カウンターにはコーヒーマシンとポーション、クリーミングパウダー、ミネラルウォーターがあります。カウンターの下の引き出しにはグラス類と、冷蔵庫。中にはビールやジュース、ミネラルウォーターがありました。スナックと冷蔵庫のドリンクはもちろん有料。スティルウォーターやスパークリングウォーターが150バーツなので、タイの物価を考えると結構高めです。入り口の横にはドレッシングエリアがあります。片開きのクローゼットには、セーフティーボックスと靴磨き用のクロス、衣類用のブラシ、靴べら。両開きのクローゼットには、浴衣とランドリーバッグ、スリッパがあります。バゲージベンチの下にはドライヤーと紙袋がありました。ドレッシングエリアの向かい側にはバスルームがあります。かなり広い大理石のバスルームです。洗面台はシングルボール、少し小ぶりですが、一人で使用する分にはちょうど良い広さです。シンクの上の棚には、綿棒、コットン、シャワーキャップ、ボディミルク、除菌ジェルがあります。シンクの横には、ハンドタオルとティッシュ、グラスと石鹸があります。引き出しには、ネイルケア用品と歯ブラシがありました。歯磨き粉はコルゲート。結構大きめなので足りなくなることはなさそうです。シャワーブースにはオーバーヘッドシャワーとハンドシャワーの2種類あります。折りたたみの椅子があり、座りながらシャワーを利用することもできます。バスアメニティは
タイの調香師プリン・ロムロスが手掛けたザ・ペニンシュラ・バンコクオリジナルのもの。フルーティーで華やかな香りで泡立ちもよくしっかりと洗うことができました。バスタブは細長いタイプです。お風呂に浸かりながらテレビを見ることができるので、ゆっくり半身浴もできます。トイレは日本人にとって馴染みが薄いシャワートイレでした。部屋の入り口横にはバレーボックスがあります。クリーニングや靴磨きなどを依頼した場合、顔を合わせずに受け取り可能です。夜にはターンダウンサービスもあります。テーブルには可愛いベーグルが用意されていました。味もとても美味しかったので、きっとインルームダイニングの食事も美味しいのだと思います。少し古さを感じる部屋ですが、それでも十分快適に過ごすことができました。館内の施設をご紹介します。ロビー階の下のガーデン階にはホテルのショップがあります。ホテルでしか買うことができないエコバッグやぬいぐるみをはじめ、おいしいと有名なチョコレートやお茶、タイらしいお土産も売っています。中でも私がおすすめしたいのがアイスクリーム。マンゴーやストロベリー、ココナッツなどいろいろな味があります。私はタイティーを買いました。味は濃厚。私が知っているアイスともシャーベットとも違う食感でサクサクしています。このアイスクリームは本当に美味しいので、ペニンシュラに行った際はぜひ皆さんも味わってみてください。ショップの近くには高性能のマシンが揃ったフィットネスや、優雅な雰囲気のスパを楽しめるウェルネス施設があります。ペニンシュラスパについては前回の動画で詳しくご紹介しているので、もしよろしかったらそちらも見ていただけたらと思います。スパの横の扉から外に出ると菜園や中庭があります。緑がとても綺麗で散歩も楽しいと思います。そして菜園の向こうにはプールがあります。屋外プールは全長88メートル、3段の高低差がある長いプールです。プールサイドにはタイの伝統的なアズマやサーラーがあり、ゆっくりくつろぎながらお酒を飲んだりスナックを食べることができます。夕方から夜にかけてはオレンジ色に染まる夕焼けやライトアップした景色も楽しむことができます。泳がなくてもプールサイドで十分に楽しめるので、滞在したら必ず訪れたいフォトジェニックな場所です。プールの横にはタイ料理を提供するレストランティプタラや、世界各国の料理をブッフェやアラカルトで提供するリバーカフェ&テラスがあります。リバーサイドのレストランは中庭の緑も眺めることができ、とても素敵な雰囲気でした。そしてフロント階にはザンロビー、優雅できらびやかな空間に多くの方が目を奪われ立ち止まっていました。こちらで伝統的なアフタヌーンティーや生演奏を聴きながらディナーをいただくのも素敵ですね。最後にペニンシュラの朝食をご紹介いたします。
朝食はフロント階にあるザ・ロビーと、フロント階の下、ガーデン階にあるリバーカフェ&テラスで提供されています。私はブッフェ形式で提供しているリバーカフェ&テラスでいただきました。朝食は平日は6時から10時半、土日祝日は6時から11時に提供しています。室内席とテラス席があり、テラス席は東側を向いているので、晴れの日は涼しく過ごせる服装をしてきた方が良いと思います。食事は多くの種類が並んでいて気分が上がります。まずベーカリーには自家製デニッシュやクロワッサン、プディングなどが並んでいました。この杏仁豆腐やマンゴープリン、とても濃厚で美味しかったです。サンドイッチが作れるように、ベーグルやフランスパンなどの近くにトッピングやジャム、バターも用意されています。もちろんワッフルやパンケーキ、フレンチトーストもあります。グラノーラの横には牛乳、低脂肪、無脂肪のものも用意されていました。フレッシュフルーツジュースもカラフルで綺麗です。サーモン、ハム、ピクルス、チーズ、ナッツもあります。オートミールにパウンドケーキ、カップケーキ、サラダのトッピングはビーツやコーン、マッシュルームなど体に良さそうなものばかりです。そばやうどんもあります。サニーレタスやケールは植木鉢からの収穫です。フルーツはパイン、スイカ、パパイヤ、ヨーグルトの横にはドライフルーツやナッツも用意されています。別枠でマンゴーもありました。テラスにはライブキッチンがあります。ここにはソーセージやベーコン、スクランブルエッグなど一般的な西洋料理が並んでいます。希望に応じて目の前でエッグベネディクトを作ってくれるそうです。奥にはヌードルステーションもあります。麺や具材、野菜を選んでオーダーし、好みでタイのスパイスを加えます。横には点心もありました。おかゆやチャーハン、焼きそば、カレーやナンなどのアジア料理もあります。味はもちろん美味しい。全種類食べきれないのが本当に残念です。私は朝食付きのプランで予約しましたが、ホームページによると朝食の金額は1188バーツと書いてありました。やはり少し高めの料金なので、もし朝食を食べたい場合は朝食付きの宿泊プランで予約するのが良いと思います。ザ・ペニンシュラ・バンコク、いかがでしたでしょうか。建物自体は古いのですが、それを感じさせない優雅な雰囲気やホスピタリティが素晴らしい、機会があればまた宿泊したいホテルです。今回の宿泊費は一泊朝食付きで 12,947 バーツ、川を挟んで向かい側にあるマンダリンオリエンタルの宿泊費の約半分で泊まることができました。マンダリンオリエンタルもとても素敵なホテルですが、ペニンシュラも引けを取らない素晴らしいホテルでした。次回の A スタイルは、バンコクで最近人気の観光スポットをご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。
もしよろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。